クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。皆様こんにちは。クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノートです。今日は3月の19日、東京西部にあります昭和記念公園にお邪魔しております。今日は1日、ガイドツアーと植え替え講習があります。その前に、ちょっと園内の様子を皆様にご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。花木園展示場脇の、水鳥の池に向かった斜面ですね。きれいにクリスマスローズが植栽されております。ちょうどクリスマスローズは見頃の感じですね。ちょっと木陰のエリア見ますと原種のシクラメンですね。葉っぱだけですけど割ってます。椿の花が落ちてますね。はい、この小屋のあるコーナーはたくさんのクリスマスローズが植栽されています。この周辺にはたくさんのクリスマスローズが植栽されていますね。ある程度の日当たりはあったがいいですけれども、一日中カンカン照りのところじゃない方がよりゆっくりとですね、座ってくれるかと思います。
昨日と打って変わって非常に良い天気になったので、とても良かったです、はい、綺麗ですね。非常に大株があります。ここは圧巻ですね。ちょっと今木漏れ日が立っている状態ですけど、斜面にクリスマスローズが群生している様子は非常に見応えがあります。私のお気に入りの一番のスポットです。長雨のテラスの前にやってきました。これは道仙坊さんの原始交配種ですね。マロン、マーロンですね。咲き始めはこのような色ですね。だんだん赤っぽくさというか濃いピンクに変わってきてます。この辺はモンテクリストですね。マエストロ。以前はこう色別に植栽されていたエリアですけれども、この辺はピンク系ですね。ピンク、黄色と。まあ八重咲きとか、スミダブル、シングルといろいろなタイプがありますけれども、ここは逃げるでしょうか。ちょっと先進んでいますが、最近、まあ、ピンク逃げるなんかも人気ですけれども、まあ白い花綺麗ですね。
もう2月基準ぐらいからですね、立ち上がってきてるみたいですけれども、ちょうど今3月中旬過ぎたところで花の見頃となっています。まあ、シックな色合いですね。これはプチドール松林の高瀬の原始交配ですね。そしてブラック、お庭に植える場合は黒っぽい色よりもやっぱり明るい色の方がいいかもしれません。はい、長めのテラスですね。いい感じです。たこ焼きが食べたくなってきましたけど。小焼きの後ろにしっかりとクリスマスローズが植栽されています。この辺から見る姿はとても綺麗です。水鳥の息がすごくいいですね。木工の木の下にクリスマスローズです。モチの木ですか。この辺は飛行機とかヘリコプターがよく飛んでます。山桃の木の下です。先ほどの小屋の裏手側ですね、こちらは。昭和記念公園ですね。クリスマスローズだけじゃなくていろんな花がですね、あちこち見られますので、
常に楽しんでいただければと思います。もうなかなかいいですね。ちょうどアジサイが葉っぱが芽吹いてきてますね。花木園展示場の方に戻りつつあります。とても青空が綺麗ですね。この斜面もすごく素敵です。緩い斜面にクリスマスローズハイブリッドが、まあ、ガーデンハイブリッドがたくさん植わってますね。ヘリコプター飛んできてます。ここは素敵ですね。アプリコットの花とブラックの花が並んでます。ホワイトのダブルです。ちょうど日が差し込んできて綺麗ですね。あ、すいません、大丈夫です。はい、階段を上がって花木園展示場に戻ってきました。展示場の前では松村ナーセリーさんが販売を行っています。昨日は雨でしたけども、今日はいい感じですね。
たくさんのお客様が来られています。皆様いかがでしたか。一回りしてきました。まだまだクリスマスローズ楽しめそうなので、ぜひとも昭和記念公園にいらしてください。ちょっとヘリコプター来てますが、それでは次回の動画でまたお会いしましょう。映ってから。クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート、皆さん励みになりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。